はいどうも、妖怪三国志国と領土今回やっていきます。あやべえ、木材ゲットしちゃった。そしてね、ジバニャン劉備がもうすぐ5000勝ということでね、あとジバニャンライトの馬車チケットゲットと、で今日のラインナップとしては、あいつを強くするっていうやつと、あとはこのレジェンドね解放で、ちょっと降臨戦ねやるんで、まああと交流戦をうまく活用しようっていう話をしたいかなって思います。であとね、最後ガシャチケットかな、回して、あとね今日のツチノコパンダじゃないけどツチノコパンダをゲットしていきたいなと思ってます。どうだったかな、前回コマさんコイン交換したんです。今度はですねジバニャンコイン、こちらがですね新セッションが始まって15万超えましたんでアイテム交換していきます。まあヨーマコン S とかね、正直、まあ、この辺のね餌を交換したいんですけど、ちょっとまあね今始まったばかりなんでね、結構その素材にね金貨は使うので、この辺のね限界突破は欲しいんだけど、今回ちょっとねあとこれかタマモンとねカラステング、これも欲しいんだけど、このコインはね限界突破しないんだけど、こっちこの四角いアイコンっぽいやつ、これはね限界突破するらしい。ということでジバニャン皇帝ジバニャン劉備交換していきます。皇帝ジバニャン劉備を獲得した。皇帝ってことは俺っち一番偉いにゃんねということで、ジバニャン劉備、ジバニャン劉備超限界突破しました。これ前回のセッションもやりたかったな、知らなかったよ、今頃本当は2だったのにな。という感じでね、皇帝ジバニャン劉備は超限界突破されましたんで、まあこいつをね活躍させていきたいと思いますね。タマもまあ、あとねまたセッション頑張ってね。でねコインじゃダメなんだよね、ちょっと猫股とかも余ってんだけど、こっちのねそうこれ超限界突破できたんですよ。ということでねまた3月、また4月とかにかな、あの新しい国取り始まったらまたね交換できると思うんだけど、この辺がね気づかなかったね、本当は前回やりたかった。はい、こんな感じです。でねジバニャン劉備、まあ、4000まで、ね、10凸までした人は多いと思うんだけど、こうやってね、超限界突破できるんですけど、10凸もね、これ挑戦中なんだけどクリア済みじゃないな、全てにしようか、全てにすれば一応5000勝でね皇帝ジバニャン、まあ、1月に配布された皇帝ジバニャン、またコーンをゲットできますし、こう皇帝ジバニャンはねこう1月にねもらえた人はこうやって入れて戦っていけばね、こうやって順調に育っていきますので、まあ諦めずにね超限界突破をね目指してみるといいんじゃないですかね。4000超えますんでね、4122まで来たね、今レベルが53か。だから毎回ね新しいセッションごとにね皇帝ジバニャンがレベル5ずつね上がって超限界突破1つずつ積み重ねていけるはずですので、皇帝ジバニャンねぜひ強いんでね、フリッピーってやっぱ強いんですかわいいしね、しかもこれ連戦にね強いからいいよね、晴れの時全能力10アップかで連戦の時能力アップがあるので、まあすごいね活躍してくれるんで、修正ジバニャンじゃなくて皇帝ジバニャン劉備ぜひね超限界突破おすすめします。なんで全開できなかったんだってね2回目かなって言っちゃった。はいはい、じゃあ土の子来ましたんでゲットしたいね。今まで逃げられたことはないんで、羊したい。
チノコパンダ。いいね。さあ来い。5回目ぐらいかな多分。経験値いっぱい。でかいものの経験値。さあ来い。残念。はい、そしたらね、降臨戦チャレンジやっていきましょう。ダークニャンが絶対ゲットできるということで、まあ、メンバーはね、まあ、夏木も、あ、戻りにくいし、おっしゃった。夏木を入れつつ、まあ、今育てたい妖怪。あとミッション用妖怪ということで、ジバニャンライト。まあ、このね、正直降臨戦は、まあ、もうね、ちょっと余ってるって言ったんで、お金稼ぎに行くからね。邪魔だ。稼ぎに行くからね。でもね、この A ランクはね、バカにならない。忠義の矢よ。邪魔だ。レベル9になると、強さが3000超えてくるんでね。まあ、戦場とここら辺の決断効果も全然強い。邪魔だ。一応、バークニャンは、邪魔剣舞。冬にゃん曹操、小生冬にゃん曹操のね、鍵妖怪でもあるんで、というわけでね、ダークニャンゲット。ダークニャン曹操、これ8凸だね。まあ1回10凸だったんだけど、小生に変えちゃったんだよね。だからもう1回やり直しになっちゃってんのよ。まあこんな感じで、なんだ、小生でね、クリアンソースを作ったときに、そう、そのとどめきたち一回落としちゃったから、それでちょっとね、今育ててます。で、まあ妖怪の強さから言ってもね、まあ、戦力で相当したときに A ランクのね、この辺イベントだよね。この辺降臨、特にトラジローなんかね、雷妖怪だからすごい使うん で、ダークニャンは3000超えてくるんでね、ちょっとまだ10いってないけど、この辺降臨組ね、これまだ9か、降臨、かなりね、強いんでね、だから降臨組ね、育てていくと、戦力もね、充実してより、まあね、国取りとかでもね、活躍できますし、たまにね、こういう雷妖怪とかも使えるので、ぜひ、まあ、初心者とか初期の、ね、方はね、降臨戦も有効に活用していただければと思います。はい、そしたらね、バケアラレ、これはヤマタンのね、解放の鍵になるので戦っていきましょう。いやー、黒もね、出陣するのです。けど邪魔だ。邪魔だ。邪魔だ。忠義の矢よ、見注げ。この毒は効きますよ。特にやって金止めって出てる。邪魔だ。あとこれ、僕は絶対的にクリトル、邪魔だ。クリトルって守るよ。邪魔剣舞、まずいけど課金してね、10体に使える。邪魔だ。ここに10体分のやつ課金してもいいと思うんだよね。勝ちましたね。さあ行ったかな。よいしょ。おう、6個いれば夏だと嬉しいよ。バケアラレ細胞、バケアラレ細胞ということで、鍵が1個また封印が解かれました。まあ結局ね、マイルがポイントなんだよね。はい、じゃあ最後ね、ガチャチケット、ジバニャンライト分ゲットしましたんで、やっていきたいと思います。
あのね、チケットはね、前回の動画でね、この群馬神のガシャチケットあって、その前もね、その前はこっちのガシャチケットで、天狗をクラマゲットしたんでね。で、ガシャチケットはこの出現率、まあ出現率アップって言ってもそんな大した出現率アップじゃないんだけど、0.6% だからね。あの出現率アップの時に、あ、でもハイパーミッチ 1% だ。あのチケット使うのがいいかなと思いますね。ということで、チケットはね、この出現率アップまで待つのがいいかなと。特攻って言ってもね、なかなか10分とかできないから、すぐイベントで使えると思うんだよね。どうよくわかんないけど、ちょっと金にはならなかったな。以前のガシャチケットは金になった。青かーい。自己中でした。自己中リスク。はい、じゃあ今日はこんなところですかね。次回はね、このスコアタがね、前半戦が終わって後半戦になると思うんで、後半戦フクロウになるのかな。後半戦ね、またお届けしたいと思います。はい、じゃあどうも今日は最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。バイバイ。